と、こんにちは、さあ豊さん、今日は現役ドラフトの選手は今という動画なんですけれども、はい、去年現役ドラフトの選手たち、はい、前活躍した選手とかも多かったですよね。細川なんかな、その最大の4番打ってるしな。そうですよ、大竹もな、ローテーション入って投げてるしな、はい、だからまあ立派な活躍をしてくれてるよね。そうなんです。なので、ね、現役ドラフトで活躍した選手っていうのが出てくるということで、今年も非常に注目されていまして、はい、ちょっと、見ていきたいなと選手を思います、はい、まずは巨人からヤクルトに現役ドラフトで行った北村選手、はい、現在27試合に出場して打率は1割6分7厘、出たりとか、まあ、出なかったりとか、そういうのもありますけれども、まあ、内野手でしょ、はい、でまあ、村上がいる、長岡がすごい成長してる、うん、で山田が戻ってきて、うん、その後ろに竹岡がいる、はい、でオスナがいる、うん、まあ、出番がないよね。そうなんですよ、よっぽどのアクシデントがないと、うん、なかなかこう力を発揮できるだけの、うん、まあ、チャンスがあんまりないというね。そこですよね、うん、まあ、それと代打っていうタイプでもないし、はい、まあ、4打席をもらって、うん、まあ、その中で仕事をしていくっていうタイプだから、うん、まあ、なかなかやっぱり厳しいよな。そうですよね、うん、でも存在感はあるよ、うん、もちろんそうですよね、存在感はある、うん、そう、続いて西武からロッテに行った愛斗選手、まあ出てきたけどね。そうなんですよ、うん、17試合で、打率は1割6分なんですけれども、うん、まあそうだな、まあどうなんだろうね、これがね。まあでもロッテも状態がいい時に、はい、まあ愛斗もね、その一躍を買ってるというかさ、うん、だからまあ悪くはないけど、あそこも外野手って優秀な外野手たくさんいるし、うん、はい、まあ、高部が帰ってきてね、はい、まあ、層が厚くなってきてるし、うん、でベテラン2人、荻野、角中っていうのも外野手だしさ、そうですよ、ね、だからまあ、なかなかこうチャンスはね、うん、ないかもわからないけども、まあ、ある中で、まあ、やってるかなというね、うんうん、しっかり、うん、と思うけどね、うん、はい、さあ、そしてここです、まずはソフトバンクから日本ハムに行った水谷俊選手、はいはい、現在16試合に、出場しまして、打率3割8分5厘。はいはい、で、日本ハムではね、試合で1番を打ったりとかもしてますけれども、はい、大活躍ですね。まあ、最初上がった時は、はい、ちょっととっちらかったというかさ、うん、でもう一度ファームに行ってファームの姿を見てたんだけど、ちょっとファームでは抜けてる存在だよね。そうですね、パンチ力とかさ、まあ、いろんなこと見てて、はい、で一軍に上げた、うん、でいきなり SNS で使うよみたいな、はい、うんうん、そういう報告があり、なんかその試合でやっぱこうタイムリーヒット打ったんだよね、うん、そっから乗ったよね、ガッと行き始めた、ね、やっぱね、新庄監督はね、戦力にするわ、上がってきたら、ね、上がってくるっていうか、取った選手を、あ、それ嬉しいな。だってさ、郡司、はい、中日で埋もれてたんだよ、それが今3番、はい、でもサードもうね、固定というか、そう、4番にマルティネス、はい、これも中日で埋もれてたって、はい、で水谷、はい、ソフトバンクで一軍の命もなかったという、1試合も出てなかったんですね、そうそうそう、知らなかったんですよ。いやだからまあそういうね、はい、選手たちを本当にね、見事に戦力にするよね、うん、でしかも水谷選手のことを新庄監督はメジャーリーガーにするために、育てていきますというふうなにインスタグラムに書いてあったのですよ、うん、まあ、これじゃあ新庄監督来年以降もやってくれるんだ嬉しいっていうコメントもありつつも、なんかそんな監督っていないじゃないですか、普通出ないでっていうところを、水谷選手をメジャー選手にすべくそういうその成長をさせていきますと、すごいなって見抜く力、いやでもソフトバンクはよく出したね、ですよね、いや本当に、うん、あれだけの素材だよ、だからちょっとね、不器用そうなんだけど器用なんだよね、不器用そうだけど器用、なんかね、ちょっとふわふわふわって地に足についてないような、うんうんうん、ふわふわ感があるんだけど、うん、足が地についてない、そうそうそうだけどね、やっぱパンチ力は確かなものがあるし、でバットの出方っていうのも器用さ持ってるし、うんうん、いい選手だなって、まあ、いい選手にしたんだろうと思うんだけど、その見抜く力っていう、例えば新庄監督が水谷選手を、まあ、取りました、俺はね、見抜く力というよりも使う力だな、うん、それはどういう使う力なの、やっぱり批判を恐れてないという、うん、で自分を信じれるというか、自分の目に狂いがないというね、まあ、そういう自信もあるんだろうけども、はい、見事だな、新庄監督は。すごいですね、うん、だからまあ郡司選手にしてもそうですし、マルティネスもそうですし、この水谷選手もそうですし、うん、そうだな、うん、他から来た選手が今乗りに乗ってますよね、乗りに乗ってるよですよね、うん、
で抑えの、ねまあ、田中正義投手もそもそもソフトバンクでしたし、いやそう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 、うん、いや見事だよな、見事ですね、うん、本当にあの場所が変わるとやっぱ活躍できるんですか、選手も。いややっぱ使われ方だよね、うん、それとやっぱりどうやって信用してくれるかっていうことだよね、うん、だからまあ取っかかりもうまくいったし、うん、その後交流戦に入った後に3本4本って、うん、いきなり7本打ったからね、すごい。でアンプロ入り初ホームランも打ったりだとか、はい、最初幻のホームランだけど、あ、そうありますよね、まあ、打ち直しとかさ、はい、やっぱ能力はすごい高いよね。ですよね、うん、いやあの本当に現役ドラフトの活躍してる選手の一人でもあるなと思いますよ ね、まあ、ね、はい、あと日本ハムからソフトバンクに行った長谷川、はい、選手ですけれども、現在ピッチャーな、はい、10登板、ピッチャーもこの前延長になって、はい、延長だったかな、まあ、大島をねのところにこうぶつけてきたけども、はい、見事な外のまっすぐだったなと思って、うんうん、いや力あるじゃんみんなみたいな、そうですね、そういうのは感じさせてくれたよね。あの現在で10登板して防御率が 0.00、はい、でもう4勝なあだ運もあるんだやっぱありますね、やっぱ中継ぎで勝つっていうのは、まあ、それなりの運がないとね、はい、うん、だから負け試合の時に同点に追いついて勝ち越してくれるとかさ、うん、同点から登板したら絶対勝ち越してくれるとか、はい、まあ、今年のソフトバンクっていうのは強いからね、うん、まあ、そういうケースは多いのかもわからないけども、うん、まあ、それでもさ、そうです、ね、4勝だぞお前、4勝して松木があるというか、まあまあ、月というか、まあ、運というかね、はい、まあ、あるんだろうね、ですよね、はい、こちらは逆に日本ハムからソフトバンクに来る形になったので、まあ、ピッチャーと野手では違いますけれども、水谷選手と交換してよかったなんです、ね、大正解だよ、ここのルートというか、いや大正解だから、まあ、ね、こういうその現役ドラフトっていうのがね、はい、やっぱこうシステムとしたら素晴らしいシステムなのかわからない、いいですね、いやいやいや本当に本当に、はい、で今度は広島から西武に行ったのが中村優太投手ですけれども、はい、まあ、11登板して 3.27 というところであったりと、はい、まあ、まずまずだよね、まず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 、あとは DeNA から楽天に行った櫻井投手、うん、まあ、6登板してちょっと防御率が 8.53、あんま良くないな、うん、その数字はそうですよね。あとあの中日からオリックスに行ったのが鈴木博士投手、はい、4試合に登板して防御率 2.45、そうだな、ね、まあアマチュア時代から知っていてこの投手は、はい、うん、まあ、ヤマハにいたんだけどさ、まあ、あんまりこう鍛えられてないんだよね、うん、うん、で野球をどん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 こう勉強しながら強くなっていくっていう選手だったんだけど、はい、だからオリックスに行ったらひげ蓄えちゃってさ正解にはなってんだけど、はい、まあでも、まあ、そこそこじゃないの、うんうんうん、まあ、これから投げてくるチャンスがあると、はい、ボールに力があるだけにさ、うん、まあ、ちょっと変わり目を見せてほしいけどね。そうですよね、優しい子なんだよ。そう性格的にもっとなんかねふてぶてしくてもいいのかな。そうそう、だからひげ生やしたらふてぶてしくはなってたちょっと顔はね、風貌はね、はい、まあ、だからそれだけではダメだし、うん、だからまあきっちり投げれればね、うん、力ボールあるし、うん、まだまだこれからだと思うけどな。ですよね、で特にオリックスは今投手陣が怪我人続出で、まあそうだね、まあ、中継ぎも先発も後ろもいないのでチャンスはチャンスですよね、まあ、鈴木投手は、はい、はい、さあ阪神から巨人に行った馬場投手なんですけれども、うん、1試合登板で防御率が 0.00、 あのなかなか、ね、上に来たと思ったらすぐ下に下がってしまったりとか、やっぱりみんないいからな今年、まあ、それとやっぱ生え抜きの選手も育てなきゃいけない、うん、まあ、そういう背景からよそから来た人、ね、現役ドラフトで来た人は最後に順番が回ってくるっていう、はい、まあ、そういう風になってくる来るよね絶対に、これもしょうがないことで、はい、でもそこからやっぱ這い上がっていくには、うん、やっぱ失敗が許されないというね、はい、まあ失敗はしてないけども、うん、ただそうだな、今本当にあのジャイアンツのピッチャーっていうのはよく頑張ってるからね、はい、入る隙間がないよな今はね、今はそうですよね、うん、ただ夏場になってくると少しローテーション的にこう入れ替えをしたりだとかするだろうから、うん、まあその時だなチャンスはな、
まあ、で阪神であれだし、ね、球の投手王国のなんか次っていう中でやっぱ馬場投手もそこを担ってたわけで役割を、まあね、なのでやっぱりここぞっていう時にはジャイアンツとしてはやっぱ活躍できる貴重な投手だと。それはもう経験があるからさですよ、ね、だからそれはもう経験は認めてるだろうし、うん、だから夏場でこう誰がへばった、じゃあ誰をあげるって言った時に、はい、まあ、その時にパッと上がれるような、うん、まあ、調整をしといてほしいよね。そうですね、うん、さあオリックスから阪神に行ったのは漆原投手でした。でここまで17試合に登板して防御率が 1.56 出てますよね、試合で。まあそうだね、うん、まあ、オリックスの中で、まあ、メンバーにもなかなか入れなかった、いい時にね、オリックスが、はい、その中でもちょこちょ こう名前はね、うん、あったけども、だからまあ阪神も中継ぎっていうのはいいチームだけにさ、はい、なかなかこう緊張感っていうのは取れないだろうけど、うん、まあ、その中で一軍にいたりとかするっていうのはやっぱそれなりの力を持ってるね。そうですよね、うん、で今年去年ほど中継ぎがちょっと盤石かというと、ちょっと打たれてしまうシーンとか桐敷選手が、ね、遅れてきたりとか島本選手遅れたりとかっていう中で、この漆原投手取っといてよかったなっていう部分は岡田監督としては、まあそれはあるよな、うん、まあでもそのまあたくさん欲しいんだよやっぱ指揮官って、はい、やっぱその中でいい選手を使っていきたいっていうさ、うん、だからその中のいい選手であってほしいよな、いつもね。そうですよね、うん、で今の抑えなのでちょっとポジションは違いますけれども、うん、ダブルストッパーだったゲラ投手が下に落ちてる、うん、で岩崎投手を打たれるシーンっていうのは今年ちょっと目にかけるので、そうだな、そうなってくるとじゃあどうしようとかなった時にいろいろこう考える駒のうちの一つだったりとか、まあ、それはあるよね、十分にありえますもんね。ただ欲が深いからね岡田監督は、うん、まあその湯浅にしたって真っ直ぐあの真っ直ぐで使えないみたいな、はい、平気で言うし、うん、いやだからやっぱこうベストの状態をいかに長く保てるかどうか、そこですよね、うん、まあ、力はあるからね。ね、そうですよね、うん、さあそしてロッテから DeNA に行ったのが佐々木千早選手でしたけれども、はい、ここまでは2試合に登板して防御率 0.00、まあ、あの現役ドラフトの時にロッテのドラ1の佐々木選手が出たっていうのが非常にあの翌日紙面のこう一面飾ってたんですけども、でもドラフト1は他にもいるよ、鈴木洋介が。いやもちろんそうです、うん、ただな、まあ、その佐々木千早選手はねあの一面だったんですけれども、まあ、まあそうだな、はい、まあ、交流戦から上がってきたけども、うん、DeNA もちょっと中継ぎっていうことに関したらちょっと困ってる部分はあるよね、うん、まあ、伊勢が落ちたしみたいな、はい、で安明がまだ状態的にはあんまり良くないしみたいに、手薄は手薄なんだよね、はい、だからまあチャンスはチャンスだよ。そうですよね、うんうん、だそこまで その力が戻ってるかどうかだよね、あ佐々木投手にということですよね、うん、さあ楽天から広島にいたのは内間投手、ただ2軍、まあそうだね、ですね、はい、で最後ヤクルトから中日に行ったのが上野投手、14試合に登板して防御率 2.76、 中継ぎで頑張ってますね。まあ、頑張ってるけど、うん、なかなかな勝ちパターンには入ってこれないけどな、難しい。ただまだやっぱヤクルトのイメージがあるのか、ユニフォームが青と青で一緒なのか、どうしても上野投手が出てくると一瞬ヤクルトの矢が出そうになっちゃうんですよ。そんなに印象あるなんか印象あるんですよ、まあ、まあ長い間投げてたからな、うん、まあ、いいところでも投げてたし、そうそうそうなんです。まあまあだけどその中日のね、うん、あの投手陣の中にもう割って入ってるんだから、はい、まあ、それなりのものは持ってるし力はあるんだろうね、うん、まあ、安定感とね、はい、だからまあ勝ちゲームでやっぱり投げたいだろうな、勝ちパターンとしたらね。そうですよね、なかなか牙城は硬いけどな、あそこは硬いですかね、あ壁はこう高いと思うけど、そうか、まあ、だけどあのメンバーに入れてるということは、うん、他行ったらちゃんと入れてるということ本来、そうですよね、うん、だからまあここがこう死に場所じゃなくて、うん、他にももしここで中日がダメだとしても、うん、中日のあのメンバーの中に入れてるんだったら、うん、他でも十分使えるということだ。そうですよね、うん、プラスアルファ例えばその負けパターンでの時に使われたとしても、そこでもうすごいいいピッチングをすれば、何かその勝ちパの投手がアクシデントがあった時にじゃあ梅野投手をとか、そういうチャンスっていうのはもちろんありますよね。
だからまあそのアクシデントを願うわけではないけども、うんまあ、だけど実力はやっぱしっかりね、はい、まだ兼ね備わってたっていうことだよね。そうですね、うん、さあ豊さんちょっと今年の、ね、現役ドラフトの選手たち見ていきましたが、はい、豊さんが現段階で思う現役ドラフト現在のもう MVP1 位挙げるとするとそら水谷だよやそらねあの身体能力の高さと、まだその不器用だよ、うん、ある面は器用なんだけどある面は不器用な部分っていうのはあるんだよね、はい、まあ、例えば走塁にしたってそうだし、うん、バットの出方っていうのはなんかちょっと器用さ持ってんなっていう感じる時もあるし、うん、まあだけどそれが総合的に完成されていくとどんな魅力を見せてくれるんだろうっていう可能性を感じるね、うん、よく出したと思うわ。そうですね、ソフトバンクが、まあ、それだけ人はいるんだろうけどもさ、ソフトバンクはね。 そして日本ハムがやっぱり水谷選手を取ったっていうことも、うん、何かこう運命的というかなんかこう育ててくれてるというか。いやもう困ったら新庄監督の門を叩くといいなみんないや本当にそうですね。いや本当に何かを与えてくれるよですね。いやちょっとじゃあ、今現段階の現役ドラフトの MVP は水谷俊選手ということなんですが、その他の選手たちもまだまだね、はい、今シーズン中盤後半となっていて今スタメンの選手たちが疲れているところでそこでチャンスをものにしたりとか、まあ、いろんなチャンスはね1年間やってたらあるから、はい、だからそれを確実にねやっぱ掴まないといけないし、はい、だって12球団現役ドラフトっていうことはもう本当首すれすれだったと思うんだよね。だからそういうことを忘れないで、うんね、いつも用心して、はい、いつもベストでいるような努力をして、うん、そしたら力はあるよやっぱ見てるとみんな、ね、どの選手も、うん、だから油断をしないようにね。あとは今現在のそのチーム状況の中でなかなか1軍いけない2軍っていう選手も腐らずにやってれば、まあまあそうそうチャンスはある。現役ドラフト今年オフでかかる可能性っていうのは、まあ、2度はないけどね二度はないけど、二度はないけど、例えば今、うん、あの現役ドラフトに一度もまだかかってない選手で、あのそうそう他球団行けば俺もっと活躍できるんじゃないかっていう選手も、でもねそういう思いだとダメだよ。もうその瞬間瞬間は一生懸命やっとかないと。もちろんもちろん。でもそういう機会があったら移籍してもう一度心を入れ替えてっていうことなんだけども、うん、だけどやっぱ昨年もそう今年もそうだけど、うん、やっぱいいものを持って埋もれてる選手はたくさんいる。いますね。ただしその瞬間を一生懸命やっとかないと、うん、ダメだっていうことだよね。そうですよね。だから細川なんか例出すと、うん、やっぱねもう虎視眈々とね出場機会を狙ってたよ。だから本当にバット振ってたし、うん、本当にウエイトトレーニングやってたし DeNA の時に、うん、だから今につながって1年目やった。いや今年ダメなんじゃないかっていうふうに言われたけど、うん、今は4番打ってるんだから中日の4番ですよ。そうだろ中田翔を取ってきたんだよ4番に。そこをいやだけどそこじゃなくて、うん、細川を4番にしてるわけだから、そう夢があるというか、まあ、頑張ってきたことが身になったっていう。そうそうそう。だから瞬間瞬間あるけども、うん、そういう思い他球団にね、うん、気を持つ人もいるかもわからないけども、うん、12球団現役ドラフトだとかそういう気持ちも、うん、頭の中に浮かぶかもわからないけど、そんなことはもうフラットにしておいて、うん、その瞬間をベストで生きないと、うん、そういうチャンスも回ってきたら、うん、つかめないということ。そうですね、うん、だからもう気を抜かないで頑張らないとね。ですよね、はい、それと同時にね今年のまた現役ドラフト、はい、どんな感じになるのかっていうのも楽しみですし、楽しみだな。あのこのね豊さんのチャンネルでもプロ野球が後半に差し掛かっていったら、うん、去年もあれしたように現役ドラフトどうなるんだろうっていう予想も動画というか予想も12球団のその現役ドラフトっていうのは予想はなんか失礼だけどね。まあまあまあ、もうクビになるんじゃないかみたいなそんな感じで。でもあの埋もれてるやっぱ逸材、あそうだな、いい選手っていう取り上げ方なので、発掘だよな。そうです、発掘なのでプラスに捉えていきたいと思います、はい。